方中日ドラゴンズ、日本人4番打者のホームランが6年出ていなかった。中日の最後の日本人4番打者のホームランはもうお実は6年前、2017年9月30日ヤクルト戦の福田信正が放ったのが最後、石川昂弥に打ってもらいたいですね。ドラゴンズ公式。想像を超えてくる球団。しっかり負け試合で草。先発もうクビになった寺島やんけ。ホームラン王が出てないのかと思ったらホームランだった。通過福田って18本も打ったことあるんやな。18本は2回ある、ちなみに通算83本。福田信正とかいう立浪に何かされたわけでもないのに消えた貴重なホームラン打てた人。何かされてないのにいつも怪我してるから本人の問題やろ。ドラゴンズに監視されてるぞ、お前。